百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか？うおー。今日はリクエスト動画です。エイムリングタロットさん、ありがとうございます。質問は、小手打ちの時、抜けてから逆回りするんですか？ですね。素晴らしい質問です。ありがとうございます。質問できる子は伸びる。なぜなら、自分で考えて剣道してるから。ここで言う逆回りとは、普段右に抜けるんだったらこっちに回るんだけど、小手を打ったら左に抜けて反対に回るんですかってことだよね。そういう質問だよね。たまに稽古してて先生に回り方逆って怒られる時もあると思うんです。一体どっちに回ればいいの？実は面だからこっち回り、小手だからこっち回りって決まってるわけじゃないんです。小手だって右に抜けることもあるし、左に抜けることもあります。じゃあどこで回る方向を決めてるのかというと、相手がいる方向に顔を向けて回るだけなんです。相手に背中を見せないことが大切なんだね。これが自分ね、これが相手ね。まずは基本の通り、例えばまあ面を打って右に抜けるときどっちに回るかっていうと、みんな知ってる通り、面って打ったら右に抜けたらもちろん左回りだよね。こっちに回ります。そうすると相手も回るからちょうどいいと、こういう感じだよね。それで今日の質問は、小手を打って今度左に抜けたんですけど、どっちに回りますかってことなんですよ。これは小手打って左に抜けました、あ、いつもの反対だ、でいつもと同じようにこっち向いて回ってたら、あ、遅いよね、相手に背中見せちゃってる、遅いよねって話なんですよ。小手を打って左側を抜けたら、相手に自分の背中を向けないように、向けないように相手に顔を向けるように向き合います。これですね。そうするとすぐに対応ができる。なぜ相手がいる方に顔を向けて回るかというと、勘のいい人だったら気づいてるかもしれないんだけど、回るときに相手に背中を向けると振り返ったとき打たれるからなんだよね。もし反対回りしてしまったらどうなるかっていうと、例えば右に抜けたとしてでも相手に背中向けていつもの逆を回しちゃう。そうするとほら、相手の方が早いでしょ。相手の方が早いからもう後ろから面打たれると。相手に背中を見せないっていうのはこういうことなんです。じゃあ今回小手なんだけど、小手打って左に抜けました、相手に背中を向けるように反対回ったら、相手の方がほら早いよ、早いよ、ほら後ろから打たれちゃうよ。面だから右、小手だから左ってわけじゃないんです。小手打っても右に抜ける時もあります。そしたら必ずこっち向きなんですよね。こっち向き、例えば胴を打つ時でも、普通は胴って打ってこっち右に抜けるけど、昔はよく胴を打って左に抜けることもあった。そしたら回り方、やっぱりどっち？こっちなんだよね。相手に背中を見せないように回ることが大事ですと。ほらね、勝負の中で相手に背中を見せる時間っていうのはもうできるだけ短くしたいわけ。だから顔をちゃんと向けて回ろう。そして最後に、小手を打って左に抜ける時のコツがあって、これは私も教えてもらった方法なんですけども、先生ありがとうございます。もう小手打ちなんか最初から左に抜けると分かってる場合には、踏み込み足にちょっとしたコツがあります。右足をいつもだったら自分のまっすぐ前に出すと思うんだけど、自分の左足の前ぐらいにちょっとこっちに出すんです。まあ、クロスはさせちゃダメなんだけど、そうすると少し楽に抜けれるようになります。いつもだったらまっすぐ出すんだけど、自分の左足の前ぐらいにちょっと横に出してください。こうじゃなくてこう、そうすると抜けやすいです。こう入って、こう入って、こう入って。以上が小手を打った後の回り方のビデオになります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。